はい、彦坂直義です。先日ですね、スフマートの病法の話をしたんですけども、実はその、いわゆる時代区分がかなり難しくて、いわゆる何ルネッサンスって言った時に、ルネッサンスに生まれている巨匠たちと言われる人たちが、年齢が微妙なんですよね。で、まああのレオナルド・ダ・ヴィンチを中心に置くと、レオナルド・ダ・ヴィンチは一応1452年生まれってなってるんだけど、一番まず問題になるのはポッティチェリですね。ポッティチェリは1445年で、つまりダ・ヴィンチよりも 7歳若いらしいということなのね。でポッティチェリは年上だった。ポッティチェリは1445年で、レオナルド・ダ・ヴィンチよりも7歳年が上だと。そうすると実際的にポッティチェリの場合にはスフマートという病法は使われてないんですよね。輪郭線が残っているというか、輪郭線が見えるような形で、美術が作られていて、この人はね、この人で研究しないと難しいんだよね。ポッティチェリってその僕ら今普通に見ると名画が何点かあるわけですよね。ところがこれが忘れられるんですよね。つまりポッティチェリが活躍した作品が忘れられて、全く忘れられてしまう作家になるんですね。だからそういう意味で言うと、今の人気っていうか、それこそ、ウィッチ美術館に行くとポッティチェリの前にたくさんおばさんたちが群れてるんだけども、素で素晴らしいわねって言ってるんだけど、それは最近の出来事であって、忘れられた作家なんですよ。だからなぜ忘れられたかって言えば、つまりその後にレオナルド・ダ・ヴィンチとかが出てきてですね、いわゆるルネッサンスが始まると、つまり彼の絵は古いわけですよね。それでもって忘れられるんですよね。でそれを僕ら一種混同してて、私なんかでも厳密に考えなかったから、ポッティチェリのは年が後なのかと思ったのね、レオナルド・ダ・ヴィンチよりも。それとは逆なんだよね。で同じような問題はティッツァーノでもあって、ティッツァーノがですね、生まれたのが1490年らしいというのがあって、そうすると1490年というと、ダ・ヴィンチの1452年よりも、12歳ぐらいダ・ヴィンチの方が若いっていうことになって、ティッツァーノもですね、やっぱり普通はだから世紀ルネッサンスの巨匠としてティッツァーノっていうのは言われるんだけど、絵で見るとティッツァーノの絵っていうのがある種合理性を欠けてる絵なので、例えば隣部屋が2つあって、手前の部屋と後ろの隣の部屋があって、その空間がつながってないっていうような問題があって、かなりいい加減な絵を描いてるんですよね。でそういう意味で、それからあと連作をずぶしてるんですが、その連作を見るとかなりなんていうの、いい加減に連作してるっていう感じがあって、ティッツァーノに対して私なんかはずぶん厳しい目で見てるんだけども、だけどそのつまりそういう意味で言うと、ダ・ヴィンチの時のルネッサンスっていうのよりも前だって言われると結構納得がいって、つまり早かったからだらしなく描けたっていうような問題があるわけですね。で最初に私なんかがティッツァーノのことを知ったのは、この時期だと油絵が出てくるわけですね。油絵が出てきて、油絵をちゃんと使うかどうかっていう問題があって、油絵 の教科書というか、油絵の使い方の教科書ですね、それもしかも日本版じゃなくて、アメリカで書かれたものの日本語訳を読んでると、つまり絵がダメになってきた、一番最初はティッツァーノだって言って、ティッツァーノがつまり、油絵の正しい使い方をしてないんですよね。かなりいい加減で、つまり途中でプランが変わると、白で塗りつぶしちゃって、そこにこう描いていくとか、そういうこうきちっとしたそのなんていうのプランを作らないでいい加減に描いていくっていう傾向がティッツァーノの中にかなり激しくて、そういう意味でもそのティッツァーノに対して悪いイメージしか私にはなかったのね。でそういう意味で言うと、やっぱりティッツァーノも正規ルネッサンスっていうか、本当のルネッサンスと言われるような時期の、美術家ではないっていうことになるのね。でここでまた難しいのはですね、
糸崎さんをちゃんと読んでて、私はサボってるんですが、誰だっけ、きちっとアルベルティっていう、つまりルネサンスの画論を書いた、方法論を書いた、絵画論ね、絵画論を書いたその理論家で画家なんだけど、それがいて、そのアルベルティの絵画論っていうのは実はレオナルド・ヴィンチなんかより生まれるよりもずっと前に書かれてるわけだよね。だから理論としては書かれてるんだけど、 作家として、つまりその理論を忠実に扱うような人っていうのはダ・ヴィンチとかラファエロまでなかったっていうふうに考えられるわけね。つまり世紀ルネサンスの非常に限られた時期のものであって、その前後が、まあ、偽物 の、 時代というか、そういう問題のある時代なんだ。ただこれを完全にこうきれいに、なんていうの、分類していくっていうと、ちょっと真面目に研究しないと難しいんだよね。でちょっと今そこまでの準備がないので、いい加減な話なんですが、でそれでもって、まあ、私で言うと、さこの間話したスフマートっていう技法自体が、やっぱりその人間が絵を描くっていう技術で言うと一つの頂点を作る技術なんですよね。でその頂点の技術がその後もずっとその継承していったかどうかっていうのも実は怪しいんですね。後の作家たちがやっぱり大変なもんだから、手を抜いていくっていうような状態があって、ですからスフマートがそのまま継続したっていうふうには考えられないみたいなのね、それはだから、それもはしょって言ってるだけなんですけど、で今例えばその AI を使ってスフマート的ならしいスフマート的なぼかし的な描法で描けるんですけども、それは私なんか見ても綺麗だなと思うんだけど、でまあ彦坂の言語判定法だと現月月半月非月無月って全部出てるから、まあこれ以上いいだろうと、まあその背景をどうするかっていうのは実は考えたことを考えたんですけどね、背景をレオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザみたいにもう一つ背景に風景を入れるかっていうのも考えるんだけど、考えてやってもいいんですけどね、一手間だっていうだけなんだけども、だけどそのまあそこまで今やらなくてもいいんではないのかというのもあって、とにかく今回長いギャローで展覧会やるってこと自体でもかなり大変なのね。みんな AI 使うから簡単だと思うんだけどとんでもない話であって、非常に手間を食うわけですね。一点のその題材の絵を選ぶだけでも、つまりまあ普通に言うと1000枚ぐらい必要なんですよね。つまりそれは私が言う1000と言ってるっていうよりも、この前に、グループ展で参加してもらった人の何人かが1000枚っていうことを言ってて、ああまあそうだよな、で私でも数えてないからね、1000枚かどうかっていうのはあれなんだけど、ただみんなが考えるほどより大変なのね。つまりいい加減な絵がたくさん出てくるからね、だからそれを省いて自分がやりたいものを見つけていくっていうのは結構大変なんですよ。だから絵を描く方が早いんじゃないかっていうふうにも言えることは言えるのね。でただ出来上がったもので見ると水準は随分高いんですよね。それからインターネット上でつまり、芸術っていうような項目を文字で引いてみると、芸術っていうのは鑑賞に値する作品を作ることなんだと言って、そこには手で書くことってことは書いてないんだよね書いてないの、あくまでも手書きなんだということは書いてないので、まあ、実際それで AI 使って作品作るってことが手で書かないのかって言ったらそんなことないわけで、実は手でたくさんこう何ていうの、書く必要があるし、書くっていうのはまずメモをしなきゃいけないし、それから内容をいちいち選択しなきゃいけないし、それから出てきた画像の明度彩度色相ですね、それをきちっと測定してですね、いくつかに設定するってことをしていかなきゃいけないのね、絵の内容を合わせてね。だから今度で言うとゾンビって言ってるわけですよね。ゾンビっていうとまあ一応死んだものだから、もう機械的に言えば死体の状態の温度に、明度を下げなきゃいけないのね。だから機械的に言うと、いくつだっけ143万8400かな、
というような163万8400というような数字を出さなきゃいけないんだけど、ただ問題なのはその場合に何かっていうと、余計な話ですけど、ドイツ系の作家が163万8400を使ってるってことと、それから、まあ、日本でいうとやっぱり、広島の原爆を書いた丸木夫妻の作品がかなりそういう傾向が強くて、でそういうものをどういうふうに評価するかっていうのが結構難しい問題なんですよね。で私は、まあ、原爆の絵として 彼ら2人が描いた作品を普通に評価するっていうことは、評価するっていう意見もあるのは分かるけども、その作品としてあんまり評価してないんですよね、私自身はね。でドイツ系の作家もそうなんだよね。ドイツ系の作家もやっぱりナチスの残虐なあれに囚われていて、で実際ナチスの写真集、僕は中学生の時に買った決して忘れはしないっていう写真集を持ってるから、どうしてもその、そういうものの引き写しっていう部分がはっきり見えるもんだから難しいんだよね、評価としてね。ということで、いちいちそうすると、じゃあいくつにすればいいのかというようなことを考えざるを得ないわけで、試作作ってそれ比較して見ていくっていうような作業があるわけですよ。だから結構大変なんだよね。まあ自分の作ってること大変大変って言ったってしょうがないんだけど、ただ皆さんが頭で考えるほど簡単ではない、実際やってみれば分かるんだけど、だからそういう中で今フスマートっていう、そのルネッサンスの世紀の病法という言い方も実はだから、歴史的にきちっと実証的に見ていこうとするとかなり 評価としては難しい作業をやらなきゃいけないっていう問題があるわけですね。まあ、でレオナルド・ダ・ヴィンチの絵画自体は非常に厳密で、まあ、なんていうかな、見ていいとか悪いとかっていう範囲は明らかに超えてしまってですね、非常に強烈に厳格な絵なわけですね。だからそのいい加減な絵じゃないんだよね。だからそういうことはの評価を基準にはできるし、ラファエロに関してもそれは言えるので、そういう範囲だということですね。だからそのやっぱり人類史の中で考えたときに、やっぱりその問題は素人がいい悪いとかって、ね、私この絵が好きとかいう話ではないわけですよね。全く学問的に考えて、どこを基準にしてものを考えるのかっていうことが重要なわけであって、だから今 AI 使うってことはコンピューター上の問題なので、コンピューターがたくさんの美術のデータを読み込んでって、その中でこうものを判断しようとしてるから、で今使ってるアプリというのは、まあ、相当レベルが高くて いいものだと思いますけども、だからちょっと従来あったその絵を描くっていうことですね、いうことと違うんだよっていう話をね、して、それからまあ改めてその美術史をですね、もうちょっと厳密に考え直さないと、ルネッサンスっていうような言葉でもって一緒ごたにしていくこと自体は明らかに間違いなんですよね。でレオナルド・ダ・ヴィンチの絵とミケランジェロの絵は随分違うので、ミケランジェロっていうのはスマート使ってないし、それから 空間構成そのものがやっぱり違うので、その違いがはっきりとこう指摘されて、どちらがその美術史上において、ある種の先端性というか前衛性を持ったかっていった時に、私はミケランジェロではないというふうに思うわけですね。だからまあそういうこと問題まで問題になるのはやっぱり AI 美術というのはね、ある意味で結構そういう厳密さを再確認する必要性を持っている、まあ、美術制作の絵画制作の一つの技術なのかなというふうに思います。まあ、先日もお友達の中村勝さんが何ですかね、あれは名前が出てこないけど、出てきます、ベラスケスなんで、ベラスケスだったっけ、円に接する不景の問題を言っていて、あれもだから結構厳密な円に接する不景、うん、だからなんだっけ、デューラーの中に出てくる幾何学図形を
実際的に AI 使って AI じゃないの 3D プリントをでこう実現してみせたんだけど、結構大変なわけですよね。まあ厳密にやるとすると大変なんですよね。そういうことでだからやる意味があるかないかっていうのは人によって判断が違うと思いますけども、まあデューラーはやってたわけですよね、少なくとも。そういうことのやっぱり面白さっていうか、それをまあ問題になさった中村式勝さんの態度も面白いと思いましたけども、まあとにかくある意味で時代が違う時代に移ってきているというふうに私なんかは思います。はい、難しい話ですいませんでした。ご清聴ありがとうございます。